これは遠い星の輝きの中に閉じ込められている果てしない時の向こう、人々が空を飛び回る術を知らぬ頃の世界に語り継がれていた一人の勇者の物語である。必ず迎えに来るよ。ごめんね、リラ。フィレーナ！帝国の全国制覇によって滅亡した海洋の楽園フィロセラだが、たった一人フィロセラの王家の血筋を引く者が生き残った。それがお前だ、フィレーナ。もしお前が母国フィロセラの再興を望むなら、首都ゴーの刀鍛冶ウトを訪ねるがいい。僕にはそんな力はない、ゼラ爺さん。だけど、ここにはもういられない。どうぞ。はい、お茶。お酒ばかり飲んでちゃ体に悪いわ。たまにはお茶で体の中を掃除したら。ああ、ありがたいが、そんなに気を使わんでいいぞ。お前さんは大事な預かり物なんだからな。預かり物か。バラバがフィレーナと私の親兄弟を戦わせようなんてひどいこと考えたから、それでネストさんそれをやめさせるために私たちを別れさせてリラを預かることにしたのよね。ま、そういうことだ。つくづく奴隷なんてつまんない。自分のこと一つ自分で決められないんだもの。私が男でフィレーナくらい強かったらとっくにこんな町から脱走してるかもしんないよ。何これ。埃だ。埃は分かってます。どうしてこんなに埃が立つのかって聞いてるんです。そりゃ長い間使ってないから。どうして。俺一人ならホテル暮らしの方が便利だからな。ホテル暮らし、ずっと。ああ、もう3年ほど。こんな立派なお屋敷があるのに。ああ。呆れた。そうかね。
お茶もたまには悪くない。呆れた。お前来月から門番の方に回されるんだって。いいなあ。ああ、ここよりちょっとは緊張感あっからな。ああ、ここほど退屈な持ち場はねえよ。明るいな。まさか脱走を。フィレーナが脱走したらもう二度とチャンスは。よし、交代の時間だ。今だ。君は殺してごらん。ヒコスを殺したその件で私も殺すがいいわ。さあ。できる。僕には奴隷を殺せない。ヒコスさんのこと殺したくはなかった。本当だよ。そんなこと今さら言われたって。ヒコスは、私のヒコスは。ミリカさんだったね。さあ、怪我はない？それ捕らえろ！撃て！殺したくない。だから逃げたのに。強いぜ。あいつ何者だ？でも見ろよ。なんか変だぜ、あの動き。目が見えてないんじゃないか。お、そういや。おい、そいつ目が見えてないみたいだぞ。本当か。
の傷でこの高さからじゃ即死だろう。ああ。お前も来たのか。さあこっちへ来い。やめてくれ。嫌がることはないだろう。どうせお前も奴隷だ。いずれ俺たちと同じ運命をたどる身だったのさ。なあ、俺たちは一体何のために生まれてきたんだ。死ぬためにさ。帝国人民を楽しませて死ぬために。違うよ、それは違うよ。俺たちが好き好んでお前に殺されたと思ってるのか。お前ごときに殺されるはずじゃなかった。俺は英雄になるはずだったんだ。美麗なお前が憎い。お前の命を奪ってやる。やめて、やめてくれ。美麗な。ダメよ、こっちへおいで。お願い戻ってきて。リラを一人にしないで。ずるいよ、一人で帰っちゃう。リラ、フィレーナ、よし、私も帰ろっと。どう違う？あの、一つだけ聞いていいですか？ん？あの、どうしてこんなにフィレーナと私のこと心配してくれるんですか？バトルライターが新しいバトラーと出会うたびに、いつもこんな風に世話を焼くわけじゃないでしょ？ネストさん。ああ、そういや初めてだな。じゃあどうして？わからん。わからんって、多分ほっとけないんだろう。なぜか。朝か。朝、ずっと朝ならいい。怖い夢を見るから。夜は怖い夢か。夢は夢ね、本当じゃない。フィレーナが脱走しようとしたというのは本当か？はい、昨夜南の城壁から。で、フィレーナは？死にました。奴隷管理局からもそう報告があった。しかし確かなのか？ええ、もちろんです。私があいつの目に毒薬を浴びせてやったんですから。いくらあいつがバトラーだって、目が見えないまま大勢の兵隊たちに勝てるはずがありませんからね。私はとうとうフィコスの仇を討ったんです。お前ごときにそんな隙を見せるフィレーナではない。それが案外アマちゃんで、奴隷はもう殺せないとか、私の夫を殺す気はなかったなんて今さらふざけたことを。女だと思って口先でごまかして隙をつくつもりだったに違いないんだ。この私がそんな手に乗るわけないのに。何をするんです？奴隷を殺したくないというのはフィレーナの本心だ。彼は本気でお前の命を助けるつもりだったんだろう。まさか自分の命を狙ってる者を助けるなんて、どこにそんなお人よしが。
ミリカさんだったね。さ、そんなことが。お前はもう帰ってもよい。はい、奴隷管理局です。バトルディレクターのバラバだ。フィレーナの遺体は発見されたのか？いえ、それはまだですが、落ちたところが水流の激しい場所でしたし、目撃者が一様に死亡を確認しています。そうか、わかった。まだ諦めるのは早いな。しかし、話題の新進バトラーだっただけに、脱走して見張り兵に殺害されたというのは本当に残念です。同じ死ぬならやはり闘技場で我々の歓声に送られて華々しく死んでいってほしかったものです。フィレーナが脱走、フィレーナが死んだ。約束したのに、ティラを迎えに来るって約束したのに、やっぱり一人で行っちゃった。変わってない。昨日と何にも変わってないのに。お前、戻ってきてくれたの？くすぐったい。おいで。そんなことで死ぬはずない。これだ。ごめんなさい、ネスト。ギラのバカ、どうしてもっと早く気がつかなかったんだろう。地図。なるほど、生きているとしたら。フィレーナ、フィレーナ、フィレーナ。一人で逃げようなんてするからよ。死んじゃったかと思ったじゃない。ごめん、ディラ。
その回線番号はただいま使用されておりません。手元が狂ったかな。その回線番号はただいま使用されておりません。そんなバカな。バトルディレクターのバラバのうちを頼む。現在そのような登録はございません。そんなはずはない。南 35778FE の5番だ。南 35778FE の5番にそのような建物は登録されておりません。どういうことだ。あいつまさか帝国機密に手をつけたんじゃあるまいな。どこか安全な場所ないかな。一つだけある。どこ。バトラー養成所、バトラーファームの森さ。でもファームのバトラーたちに見つかったらそれこそ袋のネズミじゃない。あんたはもうお尋ね者なのよ。あそこの森にはファームの連中もめったに足を踏み入れないんだ。明かりの足元は一番暗いってね。なるほどね。それじゃ養成所の森に向かって出発。森でまた会おう、フィレーナ。フィレーナの目、私がきっと直してみせるからね。またリラに世話をかけるな。離れられない運命なのよ、私たち。諦めなさい。前からいつもそう。